浅村君、ちょっといいかな。綾瀬さん、どうしたの？あのさ、浅村君ってロリコンなの？ごめん、どうしてそんな考えになったのか教えてもらってもいいかな。陰キャ男子の兄とドライな妹、義妹生活。いや、初めて会った時相手が小さい子じゃなくてびっくりしてたから。あれは聞いてた話と違ったから驚いただけで、ロリコンではないよ。それに見せてもらった写真も小さい子供のだったから。写真？どんな子が妹になるのかって話の時に見せてもらったんだよ。ああ、小さい頃はよく撮ってもらってたの。けどだんだん避けるようになってね。最近の写真って一枚もないの。だから小さい頃の写真だったんだと思う。それに普通、義理の妹ができるって聞いたら自然と年下を想像するものじゃない？ロリコンとかどうかに関係なく、割と普通の思考だと思うんだけど。そうだね、私も最初驚いたし、勝手に義理の兄イコール結構年上だと思ってた。でもよかった、浅村君にロリコン趣味があるんじゃなくて。気になるところそこなんだね。ま、俺も一安心だよ、誤解が解けて。それにしても意外だね、綾瀬さんってスタイルいいし写真映えしそうなのに。浅村君、スタイルいいのと撮られたいって思うのは別だからね。あ、ごめん、確かにそうだな、自分の考えを押し付けちゃってたよ。ううん、そう思う方が一般的だと思うから大丈夫、気にしてない。でも俺も写真を撮られるの苦手だから、綾瀬さんの気持ちもわかるかな。そう？あ、でも私の場合もう一個苦手な理由があったんだった。へえ、そうなの？聞いておいてもいい？うん。あのさ、写真って撮られると魂抜かれるでしょ？それが嫌なの。まさかそれ本気で信じてないよね。今日も見てくれてありがとう。テレビアニメ化も決定した小説版義妹生活、全国書店にて発売中です。これからも応援よろしくね。チャンネル登録もしてくれたら嬉しいな。おまけ。ちなみに綾瀬さんは義理の兄ができるって聞かされた時、どの写真を見せられたの？それは内緒にしておこうかな。変な写真見せてないだろうな、親父。